こんにちは、チョメです。では、この眠り薬を作るっていうのをやっていきます。お、魔法薬学の教室。眠り薬を作る。ちょっと怖いね、眠り薬を作るって。薬剤師かな。はい。お、ペニーじゃん。あら、ホグワーツの英雄さんじゃない。眠り薬を作るのを手伝ってくれてありがとう。どういたしまして、いつも噂話のことばっかり話しかけられてるから、私の魔法薬の技術を頼ってきてくれるのはとても新鮮に感じるわ。どうして眠り薬を作る必要があるの？ミセス・ノリスのため。魔法薬が好きだから言えない。これ秘密にするのは良くないよね。ミセス・ノリスのため。鍵のかかった部屋に入りたいんだけど、ミセス・ノリスが見張っているんだ。だからこれを飲ませて眠らせるんだよ。楽しそう。心配しないで、チョベ。あなたの秘密は誰にも言わないから。どうなんだろうね、この子。スネープがいないけど、どうして？いや、これは間じゃない。闇だよね、ちゃんと。闇の魔術に対する防衛術の先生が辞めちゃったの。あの役職は呪われてるのに、スネープは自分が公演になりたくてダンブルドアを説得してるわ。公認ね、公認。なるほど。スネープって呼び捨てするんだ、ペギーも。噂では望みが薄いそうよ。今年は闇の魔術に対する防衛学術で何も学ばなかった気がするな。今は魔法薬学で何かを学ぶ時間よ。まあ魔法薬学の教室だからね。スネープ先生いないね。二人でやるのかな、これ。お、3時間だね。ちょっとやってみよっか。大丈夫かな、スタミナ減ってるけど。あ、ちょっと大丈夫じゃなかったわ。ちょっとお待ちを。大丈夫かな。注意してかき混ぜる。だよね。こんにちは、チョメです。では、これ、眠り薬を習おうやっていきます。あ、前もやったけど、ちょっともう一回一からね。はい。まず、できたものを試す。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 あ、右のスペシャルのやつ、30分で。結構うまくできちゃないかな、自分。もうこれ、あ、資料読んだ方がいいのかな。あ、やべ。ちょっとタップの仕方を間違えちゃった。これまた途中で止まると思うから、こっちをちょっと教科書を見直す。これ大事だと思う。やっぱり1で上がったわ。あの、指示を読む。これね、読んで勉強するのは大事。あ、これペンギンに聞くのも大事かもしれないね。ペンギンに聞いてみよう。質問する。うん、質問も大事だ。ちょっと自分で勝手に、ツボ調べて自分で、あの、適当にやるより、本読んだりとかした方がいいと思う。うん。これだから自分だったらどうしよう、どうするかっていうので本読みながら質問する。これが多分ベストだと思うね。わかんないよ。ごめんなさい。質問する。質問する。だから大体これだね。教科書を見直そう。指示を読む。エネルギー不足。あっぶね、また、あ、そっか、もう55以上だから気をつけないといけないね。じゃあちょっとお待ちを。回復したらまた続きやります。こんにちは、チョメです。では続きやっていきます。続きって言いながらちょっとクリックしちゃったけど。これどんどん集めていくね。うん。あ、なんで、あ、そっか、自分じゃなくて色が変わってきたと思う。いや、ちょっと間違えたわ。この教科書と、このペニーを聞くっていうのをやってたんだね、それは。ちょっと時間が経つと忘れるのは、ちょっと自分の悪い癖だな。これ今だからさ、あの結構1時間30分とか余裕あってできるけどさ、これ2年生とかさ、あの、クラスが上がっていくとさ、ジェム必須になりそうで怖いんだけど。あの、なんて言うんだろう、回復しないと、ジェムを使って回復しないと、絶対に進めないっていうところがなんか出てきそうで怖くね。だからあんま使いたくないんだよな、ジェムとか。うん。親切設計なんだよね、今のところ。ちゃんとこうやって休めば進めるんだよね、ストーリーとかも。これ崇拝見てみる、行きましょう。両拝か。お、なんかちょっとずつ追いついてきたね。これなんかみんなオンラインで勘違いしてる人いるけど、多分これオフラインで、あの、自動、これいろんな適当な名前だと思うよ、これ。だとオンラインだったらさ、おかしいでしょ、これ。あの、時系列が。そこまで高性能ではないと思うし。魔法薬がうまいのね、チョメ。その眠り薬なら、ルーマニア、ロングホーンさえも眠らせることができるわ。何それ。気になるな、ルーマニア、ロングホーン。ありがとう、ペニー。恩義切るよ。
メルーラ・スナイドのいじめを止めた英雄にならお安いご用よ。頑張ってね、チョメ。どうなったか絶対に教えてね。いや、噂で多分わかると思いますよ。うん、終わった。ところでローアンから聞いたんだけど、その勇敢な人を探してるんだって。僕は勇敢とは思えないんだけど、それでもいいなら今夜話そうよ。あ、ベンのサイドクエスト終わったから勇敢になったから大丈夫だよ。うん。じゃあ次回は、このストーリーの1年目第8章、ストーリー3分の3を進めていきます。ベンと会うですね。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。アロホモラ変わったよね、アップデで。うん。もしかしたら繋がってるかもしれないけど。失礼します。